水永真紀子は日本のチェンバロ奏者。幼少の頃より東方学園子供のための音楽教室にて学ぶ。カモメとも学園女子中学校、高等学校卒業。東方学園大学古学期科を卒業し、フライブルク音楽大学大学,大学院に留学、同校でドイツ国家、ソリストディプロマを取得する。2001年東京にてソロリサイタルデビュー。 2005年東京オペラシティリサイタルシリーズ BC 教育芸術者平成28年度用の中学校音楽デジタル教科書に出演するなど幅広く活動ローランド社の電子チェンバロ C-30 の開発に携わりデモンストレーションも行った高祖父が札幌農学校の第一期生としてクラーク博士の教えを受けたこともあり2004年に 台風の被害を受けた北海道大学ポプラ並木の再生プロジェクトに関わる。2006年にはポプラでできたチェンバロのお披露目演奏を担当。新聞各紙等で大きく取り上げられ、話題となった。また、1996年よりアンサンブル、ラフ・フォンテーヌのメンバーとして活発な演奏活動を行っている。ロンドン SBC 音楽祭、ヨーク古学祭に参加し、 また NHK、素敵に、ガーデニングライフのテーマ音楽の編曲、演奏をも手がけた。ありがとうございます。